見逃し時間ラジオ井上真でございます。ノーミルク佐藤でございます。いや先生ジェリーも始まりまして、海外組もねまた光ったということでね。そうだね。いやーソシエダとブライトのユニフォームが分かりにくい。もうこんがらがある、ね、相手もセルタとねあのフルハムどっちも黒だって分かりにくいだから ね、 ね、ありがとう。俺また見ちゃってね。セルティック組もすごいね。すごいね。やばいね、え先生どんなところに注目しました。で、まあ、J リーグもね一節終わりましたけれども、ね、J1J2 楽しい週末、いろいろあったね、週頭でございました。本当にそうでした ね、 ねえやっぱり俺ちょっと注目したのみんなはトントンまたねねトントンということですよ、はい、なるほどね、うんうん、あのまあセルティックで、はい、旗手くんがまあ2ゴール決めて、うん、多分ですけどヨーロッパあの MVP 全体の MVP になってもおかしくない活躍だったかなと思うんですよ、旗手君は。でただ俺ちょっと注目したのが、うん、あの 3-0 ぐらいの時だったと思いますけど、うん、左サイドでボール持った時に、うん、1対4っていうシーンがあったんですよ、うん、旗手 VS 敵4人、うん、それでデュエルでもパスでも勝って1回もボール取られず敵、うん、仲間にボール渡すっていうシーンが漫画だったね、うん、こりゃすげえわって思って。ほう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 。でそしたら栃木熊本戦見てたら、うんうん、平川玲が同じことやったんですよ中央で。いや熊本4人相手に。いやすごい。昨日三笘もありませんでした。サイドチェンジでうち、ね、中盤ぐらいでカットインしてきて4人ぐらい引き連れて、あったね、逆サイドでパーシーン出してね、あれもう決めれたでしょ、うん、あれなんかまあね、なんか折り返すのちょっと遅かった中でケネディ待ってたのに、ケネディじゃないなんだっけ、ね、いやあったね、なんだっけね、ファーガソンだけど、ね、はい、ね、そうだね、あの三笘の後ろから来るエステピニャンでしたっけ、はい、あの子も結構好きよ私ねあの子も頑張る子じゃない、ね、ほんとそうだよね、なんかバディみたいでいいよね前後の、いいね、ね、でもだからなんかちょっと今ね、うん、ブライあのなんか三笘くんっていうかそういう時ブライト勝てなかったじゃないですか、はい、なんかちょっとかわいそうだなと思うのが、ね、うんうん、かわいそうだなと思うのが日本のメディアででも、はい、あとはやっぱりブライトンいわゆるサセックスですか、うん、サセックス州のメディアでも、うん、あんまりこうよく書かれてなくて、うん、結構辛辣に書かれてるのが多いなっていうふうに思った。よくなかったと。そうなんですよ。ただすげえかわいそうだなと思うのが、うんうん、ブライトンっていわゆる歴史上の中でこんな状況になってること今までないんですよね。ああそうか。だってマンチェスターシティよりも今上のデータだわけですから、うん、順位もね、そう、うん、ビッグシックス並みのデータだ叩き出せるわけですよ、うん、ってなったら他のチームってビッグシックスと当たるとき並みにドン引きしなきゃいけないんですよね、うんうん、でだから三笘くんのこれからの課題はドン引きされまくってる相手にどうやってやっぱり崩していくかってことになってくるんだろうなとは思うんですよね、はいはいはい、うん、アジアででもやっぱ日本とか三笘選手相手にだったらこれだけ多分引いてくると思うので相手は、うんうん、だから一人でこう二人以上はかわせないと多分厳しいんだろうなと思っていて、あとはこのエステピニアンとの連携でどれだけあとは破壊できるかが今後の注目だ、うん、エステピニアンは張り切ってんだよ、だからディフェンスそっちに行ってるからねぐんぐんなんか抜こうとしてくんだよあの子ね。そうなんだよね。ブライトンとしてはどうなの、今その解決策三笘に何枚もついてきた時の打開策、日本代表が学ぶべき、うん、そういうところを見出してきてるんですか。やっぱり今マーサーがおっしゃられたことが全てだと思ってて、うん、はい、エステピニアンしかいないですよ解決策は。うーん、三笘がそのある意味ちょっとドリブルで持って後ろの、うん、そうですね、うん、あの内に入った場合だったら大外回るし、うん、三笘選手が外張り出してるんだったら相手も2人ぐらいついてきてくれるから、うんうんうん、インナーラップでエステピニアンが中に入り込んでいくっていうところしか、うん、まあ、基本的にはないんですよね、うんうんうん、なんかボランチも寄ればいいのにとか思いがちだけど、あそこって考え方としては勝負させた方がいいっていうのもあるでしょ、うん、そういうことですね。ボランチが来てもう一人寄っちゃうから見てもやりにくくなっちゃうでしょ、うん、より人数増やしちゃう。そうなのよ、そうなのよね、面白いな。いや久保三笘がねまたこれ逆サイドだって言うんですからね。そうなのよね、頼れるじゃない。で清子もあれよね、すごい活躍してるでしょ。これ足し算で言ったらすごいことになってるんですけどね。そうなんだよね、あとあれですよ、オーストリアではやっぱりまたあのケイト中村がウィンターブレイク後にもまた大活躍してて、はいはいはい、ネクスト三笘と言われる呼び声ナンバーワンのね今、はい、うんうん、あのというかね、聞いてよマーサー、何でしょうか、あのね、あのラツクとかいうチームちょっと最近課題が多くて、スイスの、はい、何位だろう、あのオーストリアね、オーストリアのごめんなさい、今3位ぐらいだと思いますけど、うん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 、あのね、その順位がどうとかっていうより、はい、2試合に1回退場するんだ誰か、あらま、
荒っぽいんだ。荒いよね。ラスクリーンってすごいシュッとしてるのにね。ねえ。ああだから、この間の試合も、その、中村敬斗選手、結局、後半アディショナルタイムに、右サイド突破して、ニアぶち抜きの同点弾叩き出したんですけど。はいはい、すごいな。で、それでとりあえず同点にはなったんだけど、一人少ない状態でそれ戦ってた、したんですよ。はいはいはい。だから、まあ、少なくとも数的不利じゃなかったら、なんなら勝ち越しまでいけたんじゃないかなって思うぐらいだったので、ちょっとそこら辺が課題だな、なんて思うんですね。でもなんか、調子上がってんでしょ？キープしてんでしょ？そうですね。これは、プレミア入りも近いんじゃないかってこと？間違いないですね。ね、夏に？そう、あると思う。だってね、マサ、南野選手が、はい、ザルツブルグからリバプール行った時あったでしょ、はい、オーストリアからですもんね、あれもね。そうそう。あの時のシーズンが、年間で14点取ってたんですって。シーズン。14点。はいはいはい、はい。中村選手、これでシーズン14まであと1点なんですよ。おぉ。だから、オーストリアにおける日本人の記録を今抜こうとしてる状態だし。これは見逃せないね。あとシーズン3ヶ月くらいあるので、怪我しない限りほぼ確定なんですよね。わ、怪我だけ気をつけてほしいね。そうなんだ。なんか調子いい、体がめちゃめちゃキレキレの時こそ怪我するっていう言い方もあるんですよ。怖いですからね。はいはいはい。でもだからその時のこと考え、南野選手の時と考えたら、移籍してもおかしくはないですよね。そうね。リバプール行ったって、プレミア行ったって、全然おかしくないデータだってことは言えるわけですよ。確かに確かに。楽しみだな、なんていうふうには。めちゃめちゃ楽しみですね。感じます、ね。プレミア毎節なんか見たら日本人出てるみたいになってほしいね、早くね。なってほしいですね。まあ、他にも。セルティックなんか何節か分かんなくなるもんね。活躍した節のね、ダイジェスト見ーよーと思って、これやってたらさ、旗手にゴールのやつ見ーよーと思って、これかなと思ったら、旗手出てるけど、ゴールはないの。秋葉を決めた。旗手のゴールって2ゴールか。秋葉を決めた。旗手の活躍が見てる。秋葉を決めた。これ別の試合だな。でもこれはこれで気持ちいいから、こっち見ようみたいになるね。あるね。とんでもないよね、やっぱりね。すごいなぁ。あと彼よ、マーさん。何？今ね、ドイツであの人が荒ぶってるんですよ。ドイツであの人が荒ぶってる？元気原口。おー、はいはいはい、移籍しました。シュッツガルツに。そうなんですよ。うん。今もうシュッツガルトの、攻撃の核だっても言われてるんですよね。あ、そう。もうまだ1ヶ月経ってねえじゃねえかと思うけど。そう、これみんなスタメン出てるんですか？今、遠藤航さん。はい。原口元気さん。伊藤洋輝さん。全員スタメンです。おー、いいですね。すごいね。はいはいはい。だからもう伊藤洋輝が、センターバックのところで、ディフェンスして、縦につないで、遠藤航がその一列前で、ボールを防いだり、ね、はい、前につないで、原口元気がいわゆるアシスト役になって、みたいな感じでやってましたね。柱が日本人なんですね、今ね。すごいね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。あと、遠藤航選手もアシスト決めてましたね、同じくシュットガルトで。たまにね。アシストもそうだけど、年に一回目の覚めるようなミドルシュート決めるよね。そうね。一緒にいたいですね。そうなんだよね。あとはね、板倉選手のボルシアメンヘングラートバッハが、はい、バイエルに勝ちましたからね。3点取って。やりますね。いや、これもだからすごいなと思っちゃったりとかね。はい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 。で、国内ではその開幕戦もあったりだとかで、ね、まあ、もう国内、海外、もう面白いね、まさに今ね。そう、面白い。本当面白い。こっから大変よ、数ヶ月間、海外終わるまでの間。ミルトンも参加してますから、私押しまくってますから。まずは開幕戦周りなんで、こう、ロースコアからね、後ろ損してますけど、なんとなくね。そうだね。実なんかちょっとロースコア多かったですもんね、やっぱね。多かったですね。うん、あとやっぱちょっと、鳥栖湘南戦だけはちょっとイレギュラーでしたけど、やっぱ雨の量が多い地域の試合は、なかなか点入んないっすね。なるほどね。とはいえさ、俺思ったんだけど、5人交代に、はい、慣れてきたんじゃないかと思うんですよ、まあ、守備が。ああ、それもあるかも、ね。備えとしてね。5人交代で慣れてない頃は、ほら、絶対に交代の後に点入ったじゃない。そうだね、あったね。ね。絶対のレベルで起こってたもんね。そうだよね。それに備える、なんか、ペース配分なのか、やり方なのかっていうのができてきちゃったのかなっていう。どうなんでしょうね、それ、どう思います？いや、まさにそうじゃないかなって思いますね。ディフェンスの慣れが成長につながってるのかもしれないですね。はい、はい、はい。なるほどね。とはいえ取り合ってほしいっていうのもあるんですけどね。その辺もちょっと。そうだね。楽しんでみたいなと思います。そうなるとやっぱりディフェンスがこう連続試合出場を続けてくる10節あたりだと、まあ疲労が溜まってくるんで。そうですね。
そのあたりからオフェンス注目じゃないかってのありますよね。まあでも一節開幕節ってやっぱローになりがちなんですか、これどうなんですか。いや、あんまり湘南みたいなこうハイペース得点ってあんまり起こり得ないですからね、うんうんうん、ある程度様子見といいますかね、負けないとこから入りたいですよね。やっぱ雰囲気よく2節に行きたいですからね。そうですね、キャンプの成果をねある程度見せなきゃいけないですからね、うん、そうですね。だから2点もし取れたら結構引くとかっていうチームも今までも結構多かったなと思って、あんま3点目ってなかったなってなんか感じましたよね。なるほどね。さあ2節どうなりますかね、これ傾向としては。そうですね、まあ流れはそんな変わんないんじゃないかなとは思いますけど。あ、そうですか。ちょっと固めに来るんじゃないかと。そうですね、うん、ただ唯一というか、はい、フロンターレわかんないって言いますよね。フロンターレわかんない、確かに。だって、はい、センターバック2人とも変わるって多分歴史上見てもないっすよ。そうだ、コロナで出れなくなっちゃったって選手がいた2020-21以外は、はい、開幕から2節でセンターバック両方とも変わる多分存在しないっすよ。車屋さんおけが、うん、でジェジエーセンレッドカード、レッドカード、なんで山村大南になると思いますけど。そうですね、うん、まあ、そこで山村さん控えてるっていうのがその厚さとしてすごいですけどね。そうですね、贅沢なね、うん、ねあれですけど、うん、ただやっぱりそれでショートカウンター系がやっぱり猛威を振るってるから、はい、大南山村からのつなぎがあまりうまくいかないよとか、開幕戦のそのマリノス戦で起こったのともう一回同じこと起こっちゃったら、ブルドアップの練習はね、なかなかこう、うん、まとまったメンバーでできてないっていうことになるのか。そうですね、はいはいはい、開幕戦でも鹿島っての鈴木優真選手が、うん、京都のアンカーの川崎選手を背中で封じてたんですよ、はい、うん、で同じようにマリノスね、川崎の橘田選手を西村選手が封じてたってのがあったので、はい、序盤はね、はいはい、だからそうなると優真君がおそらくは橘田君を見ることになると思うので、うんうんうん、早い段階から山根さんがボランチに入っていくって流れはあると思う。形ですね、助けていく感じ、うん、鹿島はその山根をどう封じるのかっていうのがキーになってる、うん、いやちょっと面白いですねこのあたりも、うん、面白そうですね。キーマンは誰ですか、鹿島の中盤で言うと。まあでもだからユーマになるんじゃない、うん、ああユーマさんですか、ね、うん、橘田が一人で抑えられなくなるんだったら、うん、じゃあ誰を一緒に、ね、プレスとか、ね、防ぐってところをこう参画させるのかとか。なるほど、うん、ユーマ選手もねある意味気合入ってますから。そうですね、あれまあね挑発行為みたいなのいろいろ言われてますけど、うん、まあ、あれね、ちょっとなんかエンタメとしてはそんなに悪くはな、ね、いや、ね、褒められたことじゃないって言い方もあってきますけど、うん、ああいうのもね、あっていいの難しいな面白くはあるなって思いますけどね、はい、ごめんなさい、なんか語弊があったらごめんなさい、はい、ヨーロッパでもレスターかな、うん、モペイ選手ってのがいて、うんうんうん、似たような感じなんですよ。でもなんか受け入れられてるわけじゃないんだけど、うん、なんかすごいこんな感じで遺恨ができてストーリーができるから、ねね、次当たる時にあいつ態度悪いなとかね、うん、あれは何ですか、何かこうお言葉があってやったんですかね、それとも。なんかそうらしいですよ。ああそうか。けど、まあ、ちょっと俺思うのが、うん、ユーマくんでもみんな思ってるもっと純粋な方なような気がするんですよ。いやインタビューねとかするとね、見てるといい子ですよね。試合中はあれですよ、だから大久保嘉人イズムといいますかね。いやそんな感じ、違うキャラを憑依させてるって言いますか。最近いないですからね、うん、このパターンの選手 ね、だからわーいとか言いながらもね、こうシャレとしてお互いね、うん、こうけんけんがくがくやって楽しむのがいいと思いますよね。そうですね、みんな人としてとか それほどのことじゃないとちゃんとキャラもらってますし、ね、そうだね、そんな大げさにやや言うようなことじゃないと思いますけどね。あと怪我した方に水も結構お渡しされてたりしましたからね。ああそうですか、戦うエンターテイメントでもありますから これ ね、 そうだね、ある程度そこ幅もたんなんかつまんなくなっちゃうからね、ここはなんかねいいと思いますよ。そうですね、いいと思うって言うとあれだな、難しいね、我が身可愛いからなんか僕はフォローしておりますけどねあとちょっと、はいはい、そのユーマ選手もそうなんですけど、はい、俺ちょっと今面白いなと思ってるストライカーがやっぱ数人いるんですよ、はいはいはい、まあ、川崎宮代、まあ、鹿島優真、うん、まあ、過去知念もそうですけど、うん、あと神戸大迫、はい、あとマリノス西村、うん、まあ、湘南町野っていうこのラインで、うん、はい、ちょっとねこのストライカー軍団がね、うん、面白いんですよ、まあ、面白い、はいはい、特にだから町野くんあたりから言うのが分かりやすいと思うんですけど、はいはい、町野選手去年あんだけ点取ってたでしょ、うん、でもだから相手チームがそうやってなった時に俺をマークしてくるだろうってことが分かって、あーなるほど、パスの成功率が上がってるんですよ。釣れちゃう、そう、日本代表だよっていうね、そう、源氏ボタル光をしてるところで釣れちゃう、
ずれちゃう。ああ、まあすごいね。そういうプレーも覚えた。そう、だからそこで強引に行くのもいいけど、それでアシストもあるよってことを見せると、今度もう片方のフォワード、今回だったら大橋選手ですよね。うん、そうだそうだ、なるほど。そっちにもマークが行くから。大橋選手のハットトリックの影には、そういうことがあったってことね。町野くんは、おそらくそれもあえてやってる気がするので、より自分が点取るためにアシストも増やしていくシーズンになるんじゃないのかなってのが。それもしっかり見てるわけですからね、スカウトだったり、そうですね、ところは。うん、あと西村選手とか優馬選手、あと知念選手、うん、このあたりはあえて走行距離増やしたりディフェンスの数値がめっちゃ上がってるんですよ、去年に比べて。そうですか、うん、はいはいはい。だけどディフェンスした分だけ、うん、その人のところにボールが回ってきてるんですよ、褒美だねこれね。ワールドカップでも最終的に大前だからね、うん、そうなのよね。アジア戦は、はい。そうなの。あんだけディフェンス頑張った男ですからね。そうですよ、そうですよ。なるほど、見てるわけだ。面白い。そうだなと思いましたね。神様が。やっぱあと信頼度の高い大迫選手とかと宮代選手ってところはそれぞれの武器を使って、はいはい、うん、大迫選手が敵陣でのデュエルが確か全体でもナンバーワンだったと思うんですね、勝利数が。で宮代選手はあの単独でのその敵陣でのドリブル突破数5って、これもあの、そう、J1 ナンバーワンだったので。はい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 、それぞれのチームにおける武器を叩き出したのかななんてのがあるから、得点だけで見るにあらずってことですね、フォワードは。そうですね、もちろん得点もあれなんだけど、得点だけで判断して、うん、あだこだいうよりもいろいろ見るといろいろ見えてくることもあるよということですね。そういうことなんですよね。なるほどね、うん、面白いなって感じますね。ああいうキャラクターとかもね、おわっていうキャラクターでもね、あれでもう圧倒的に点取ってたら勝ちですからね。そうですね、もう言われながら自分にプレッシャーかけてるのかもしれないし、あれはあれ確かに ね、 ね、楽しみもありたい。ただね、あの J2、はい、徳島、うん、うん、振り切る前の立ち方とか、北に陽一郎やっぱり似合いますね、あのユニフォームがっていう か、 なんか、ね、かっこいいわ、かっこいい、なんかね、違和感がない。そうだね、ね、思ったわ。パリセット似合う、似合うね、まあ、着てたからね、それそうなんだけど。まあそうだよね、なんかやっぱり立ち姿とかかっこいいね、かっこいい。あと俺まあさ、中島元彦さんかっこよかったよ。ああ、そうですか、仙台は。ちょっとこれがゆっくり見ようと思ってるんですけど、なんかね、やっぱセットプレーの時の俺がやるからなって、熊本見ちゃってたから、うん、セットプレーの時の俺がやってやっからなっていういでたちがちょっとかっこいいんで、やっぱりね、ブライ感、あるブライ感が出てこないと。なんでサウジアラビア代表出てきた。やっぱ、ね、よく覚えたな。イコちゃんのサラサラヘアもいいですけども。ね、もうサラサラヘアは関係ないね、ごめんなさい。まあまあまあ。ガンガン行く、ね、ね、方いるのも、ね、いいなと思いましたね。大強引邪気的な人出てこないとね、やっぱね。名前のイメージで言うとね。そうだね。質実貢献なやつが出てこないとね。そうだね。どういう意味、質実貢献って。なんか、豪のものみたいなイメージで言っただけなんだけど。そんな感じ、ゴン、ゴンとした感じやね。そうだね。いや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 、ね。芋を鶴のまま引き抜いて、主食にしています、みたいなやつが出てこないとね。そうだね。ガビッてしてるやつね。パンは落としても私は洗いません、みたいなね。皮で爪で弾き上げた。鮭を尻尾から丸飲みしていますみたいなやつが出てこないと、それはもうやっぱりね、そういうやつを見たいですよ。そうだね、見たいですね、はい、いやいや、まあというところでございましたからね。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。どうぞやってまいりましたが、毎日こちらもね、サブチャンネルでございます、はい、やってます、うん、チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくねとお願いいたします。さあ、そして2節に向かって今週何が面白いんでしょう。コビットウィーク J リーグあんの？え、ないんじゃないのかな。ないよね。ほら、はい、去年はあったからね、ACL のあれでね。さ、名残でさ、またあんの？次9節みたいな。シティバーのあれで、西側の方の ACL に関してが、うん、ミッドウィークとかでもあると思う。そうだ、あれ月曜日にあるんだっけ？今日の夜でしたね。今日の夜、のそうだ。終わってるんだ、もうこの段階で。谷口アルライアン対そうオルンガ、アルドハイルオルンガ。これちょっと見ましょう。そうですね。ね。だ、勝った方どっちかはまた次も見られるってことにもなりますから。そういうことだね。はい。はい、どんな感じなんだろうっていう雰囲気も。ダゾンで見れちゃうんですよね。ダゾンですね。見ましょうって言っても、これ昼に出てるからもうね。もう終わってますね。アーカイブが残ってるもんね。そうですね。うん。はい。あとは皆さん、今日の夜はね、ミルアカ本編の方で、マンデーライブありますので。マンデーライブ、そうだ。はい。またちょっと J1 改めていろんな試合、こういろいろかね、みんなとこう、ワイのワイのしていければと思ってますので、でね、はい、皆さんのエモシーンちょっと用意しておいていただければと思います。そうだ、そうだ、そんなのやりましょう。皆さんのね、コメントお待ちしてますね、はい、一緒に。お待ちしております。よろしくお願いします。と思います。ということで、
ご視聴ありがとうございました。井上まあでございました。ノーミルク佐藤でございました。今週も楽しんでまいりましょう。楽しもうね。ほいじゃあねー。ほいじゃあねー。